皆さんこんにちは、コバショーです。今回はですね、コンサル会社の闇を皆さんにご紹介しようかなというふうに思います。まあ、以前ですね、コンサルの動画をですね2週間ぐらい連続で出させていただきましたところ、まあ、結構反響をいただきまして、あのコメント欄でね、結構こう質問なんかをいただいたりしておりました。で、まあその場で返せる質問はちょっとその場で返すようにしているんですけれども、まあ、結構ね、あの皆さんやっぱり面白いこう質問をしてくださる。面白いというのはやっぱり業界の中にいた人間だと当たり前なんだけど、やっぱりこう外の方から見るとなかなかわからないよってことをね、こう非常にこう上手に質問してくださるので、僕もですね、またこう次の動画のテーマにね、こう活かしやすいということで、まあ、今回はまあコンサルの闇ということで、まあ、闇といってもですね、別にあのやっぱ動画でも話せないこともたくさんあります。あの先に言っておきますけれども、本当の闇ですね、闇オブ闇みたいなものに関しては、まあ動画にするとですね、まあ、本当にこう誰かに迷惑がかかったりとか、まあ、してしまうので、まあ、言えないんですけど、まあ笑い話の範囲で、まあ、済むこととか、まあ、ちょっとね、あの現役のコンサルの人は言いづらいけれども、まあ、闇中辞めてる人間からすると、まあ、一応言えるよぐらいのことをですね、今回は2個紹介をしていきたいというふうに思います。まず1個目なんですけれども、これ以前の動画でご質問がありました内容で、コンサル会社っていうのはいろんな仕事がありますということを僕は動画でお伝えしました。要は、まあ、優秀な人はね、こうジェネラリストとしてですね、まあ、いろんな種類の案件を振ってもらえる。で、1個1個の案件というのがそこまで期間が長くないので、まあ、短期間にいろんな能力とかいろんな知識を吸収してどんどん成長していける一方で、まあ、そこまででもない、別にあのダメダメというわけじゃないんだけど、そこまででもない人っていうのは結構常駐案件とかに回されるケースというのもあって、そこだと結構ね、お客さんにこうただ言われたような資料作成とか、まあなんだったらね、あのお客さんの部下みたいに働くみたいな、まあそういうケースもあるよみたいなことをお話ししました。まだ見てないという方はぜひそっちの動画も見てみてください。で、まあその時にね、質問いただいたのが、まあ、コンサルタントって結構単価が高いじゃないですか。まあだし能力的にもね、まあ比較的こう高いと、そのあくまでその方はですよ、その方は言ってくださっていて、まあ、そういう人間にそのただの資料作成とかを任せるのって結構そのコスパが悪いんじゃないかとか、もったいない、まあお金的な部分でもそうですしね、ないんじゃないか、まあ、そういう話をねいただきまして、まあ、非常にね、そうなんですよ、非常におっしゃる通りごもっともでございまして、じゃあなんでね、わざわざコンサルティング会社にそういう作業をお願いするんだということについて、まず1個目として話をしてみたいと思いますね。で、これはですね、いろんな側面があります。で、会社さんによってはさすがにその経営コンサルタントとか、まあ、戦略コンサルタントって呼ばれるような人間っていうのは単価が高いですから、まあ正直ただ資料を作らせるぐらいであれば、もっと別の外注を使ったりとかね、まあそのまあ、うん、一応ご、まあ言い方悪いですけど、その戦略コンサルとか、まあ経営コンサルタントというものではない、もう少し単価の安いコンサルタントとかですね、まあそういう会社もあるんですね。別にバカにしてるわけじゃないですよ、そういう会社もあるわけで、そういうところにまあ依頼をするという会社もあります。なので、質問いただいた方の認識というのは間違ってはおりません。ただし、やっぱりですね、こう大企業とか、あと特にもともともうコンサルにまあ、使い慣れてしまってる。コンサルをね、普段からこう使っているから、コンサルをね、使い慣れてしまっている会社からすると、やっぱりですね、そういう会社よりも、まあ戦略とかですね、そういうことをやっている人間がいいというのが、やはりですね、実情なようでございます。それはどういうことかというとですね、まあ非常にこれね、言いづらいんですけれども、やっぱりそのコンサル業界という中でも、戦略、特にまあ外資の戦略なんかっていうのは、やっぱりあくまで平均ですよ。あくまで平均した時に能力とは非常に高いです。はい。まあ、僕なんか別に外資でも何でもなかったので、そこのね、グループにいなかったですし、下のね、いわゆるこう、ティアって呼ばれるような、下の方の会社でも、むちゃくちゃ優秀な方もいます。なので、一概に言えないよってことは、僕が身をもってすごくよくわかってるんですけど、あえてあくまで平均とか、まあ、中央値なのかわかんないけど、それで話をすると、やっぱり外資の戦略とかって優秀な人が多いんですよ。ね。で、あとはその日経とかの中でも、やっぱり戦略案件に従事しているような人っていうのは、能力が高いです。うん。っていうのは、その先は言いませんよ。その先は言いませんけれども、まあ、察してください。まあ、なので、そういう意味で、能力の高い人間に仕事を振りたいという気持ちが、やっぱりお客さんも強いんです。で、やっぱり会社からすればですよ、能力高い低いはあれど、やっぱコスパ求めてけよっていうのが、まあ、やっぱこう一般論じゃないですか。ね、皆さんも普通のコスト感覚を持っていれば、まあそうだよねって思うかもしれないけど、やっぱりね、コストが高くても自分の仕事が楽になったりするというのが、やっぱりすごいね、事業会社の方からすると大事なんですよ。それはどういうことかというと、仕事をサボりたいということではなくて、サボりたいということはなくて、コンサル会社の人にですね、じゃあこういう資料を作ってくださいとか、こういう調査をしてくださいとか、そういう、まあ簡単にもさっき言ったような、まあ言われ仕事というかね、まあその、まあお願いしてそのままただね、
の作業を代行してもらうような仕事をやったとしても、そこのスピードとかクオリティっていうのがね全然違うんですよね。だからこれはねあんまりこう、まあコンサルの闇になっちゃうんで言いづらいんだけど、同じ会社に所属している人の中でも相当クオリティって違うんですよ。仮にね、マッキンゼだろうが、ボストンコンサルティンググループだろうが、中にいる人の中でも、クオリティってもうめちゃくちゃ違います。めちゃくちゃ違う。だから、普通こう皆さんね、物を買うってなったら、例えばトヨタの車買うってなった時に、めっちゃいい個体と、むちゃくちゃ悪い個体があったら、もうそれはもうブチ切れるじゃないですか、普通ね。ただ、コンサルタントって、以前の動画でも言ったように、人の時間を売っていく商売なので、その、売られる側のコンサルタントの質っていうのは、正直、千差万別です。ただ、さっき言ったように、平均金を取ったりとか、まあ、加減を見たりすればやっぱりこういい会社っていうのは高い傾向があります。その能力がね高い傾向あるんだけども、同じ会社の中だけでもそれだけ差があるので、いろんな会社見渡したら本当に千差万別なんですよ。それこそ例えばね、大学入試で言ったら、まあ、東大とか偏差値70とかね、例えばじゃあ、総計がどれぐらい、マーチがどれぐらいってこうなんとなくランキングできるじゃないですか。だし、例えばね、東大に余裕で行く能力があるのに、あえて例えば日東コマセンに行ってる人ってこうあんまりいないわけですよ。だけどコンサル会社だとそういうケースが稀にあるんですね。でその逆もあり得るんですよ。それぐらい要はその人の能力のなんて値っていうのが入り混じってるんですね。まあ結構そのコンサルに限らず社会人の方だとそういうことって多いと思うんですけどね、多いと思うんですけど、まあそういう状態なんですよ。だからやっぱり一般的にちょっと安い会社に行っちゃうとですね、まあ非常にお客さん側の仕事も大変になってしまうということです。これはあくまでこれ僕が聞いた例なんで全部がそうと思わないでほしいんだけど、例えばですよ、例えば指示した内容の理解度というのが全然違うそうでございます。例えばこっちの会社にはこういうふうなことをこれこれで調べておいてねっていう話を、まあ正直3分ぐらいすればはいはいって言ってやってくれて、その仕事も非常に早く次の日の朝までには自分が望む資料ができています。一方でもう片方の会社には30分、こういう資料を作ってくださいってこうね背景から何から説明をするのにもかかわらず3日ぐらいかかって、かつ自分が欲しい資料とは若干ずれたものが出てきてしまう。でこれなんですよ。要はどちらかというとね、コンサルティング会社のなんかこう仕事って皆さんが思う事務処理というよりね、アプリ開発とかに似てる部分があるんですよ。どういうことかというと、そのアプリを作ること自体は、まあ、できはするんですよ。ただそのアプリを作るときに、例えばじゃあそのキャラの設定はどうするとかね、難易度の設定はどうするとか、まあ、例えばガチャの設定はどうするとか、いろいろですね細々と考えなければいけないいろんなことがあるじゃないですか。でその時にまあお客さんの意図を汲んでですね、お客さんはこうしてほしいんだろうなってことをある程度想像して、自分たちでも考えて、もちろん経験も踏まえてね、考えて、あ、じゃあこういうの欲しいんですよねっていう風にこうアプリを開発してあげられる人と、本当に言われたことだけを実装してですね、あなたこれ言ったんでこれをつけました、はい、あなたはこれを言ったんでこれを入れました、はい、これですよねって、ただそれだけでやっちゃう人っていうのはいるわけですよ。で別に言われたことに反しているわけではないから、その後者の会社っていうのも、いやお前ふざけんなよとは言えないわけだよね。言えないんだけど、いやちょっとかゆいところに手届いてないんだよねとか、いや確かに僕も言ってなかったけど、普通に考えたらこっちにこう書いてあってこっちにこうなんだから、そこの情報のまとめ方はこうするでしょみたいなのがそうなってなかったりとか、そうするとやっぱりもう一回ですね、その人が説明を30分1時間してまた1日とか待って資料を修正してもらうわけですよ。そう考えるとやっぱりどうやったって前者と仕事してる方がその人にとって時間も短縮できるし、話もスムーズだし、プロジェクトもどんどん進んでいきますよね。だから仮に単価が2倍だとしてもそっちの人に頼んでしまうっていうのが、まあ、あるんですよね。やっぱそれが1個あります。あとは、まあ、これはちょっと余談ではあるんですけども、やっぱ1回ね仕事をちゃんとやりきった会社というのはやっぱり信頼関係ができるから、またあそこに頼もうとかあの人に頼もうという風になったりすることもこれはかなりあるそうでございます。はい、これがちょっとコンサルのね、まあ、闇についての1個目のお話でございました。まあ要はコンサル会社といってもですね、まあ、いろんなこう能力の会社があるよということでございます。別にねどこの会社がいい悪いではないですし、単純にさっきも言った通りピラミッドっていうかそのなるわけじゃないんですよ。ただやっぱりこう担当者ベースで見ると相当ね差が開くということなんですね。
はい。で、二つ目なんですけれども、これね、コンサルの結構、まあ、どうなんですかね、これね、闇として一応言うんですけど、皆さんももしね、ご経験があれば、コメント欄に教えてほしいんですけれども、上司と SNS でつながりがちっていうのは僕あんのかなっていうふうに思いました。で、これでまあ、一般的な会社さんでも、本当会社の文化によると思うんですよね。もう社内の人とは SNS でつながりませんよっていうふうに、結構もうね、やってる方も最近多いと思うし、全然いいと思うんですよ。いいと思うんだけど、まあ、僕の、やっぱ見てる感じだと、やっぱりコンサル業界自体が狭いから、みんなやっぱこう繋がるんですよね。で、繋がるときは大概 Facebook です。Facebook でこう繋がっていくんですけど、僕も以前いた会社の人と何十人かな、ほんと何十人単位で Facebook で友達になってます。で、Facebook で友達になるのは別にいいし、どうしても言いたいことがあるんだったら、なんかこう Twitter のね、匿名なアカウントとかで、まあ、言えばいいことだと思うんだけど、Twitter とかと違って、Facebook ってやっぱりこう実名で顔出しだから、逆に言うと実名で顔出しっぽいことを投稿する人が多いんですよね。で、まあ別に Facebook だけに限らないんだけど、やっぱりね、こう SNS をやってて、結構コンサル会社をね、こうイライラすることというのが他の会社もあると思うんですよ。あると思うんだけど、もしかしたら多いかもなというふうに思いました。これね、なんでかっていうとですね、やっぱりコンサル会社って残業的なものが多いんですよね。まあ、それをこう残業と決めて残業代がちゃんと支給されてるかっていうのは、まあ、結構ちょっとここはぼかしておかないといけないことかもしれないけども、まあ、結構やっぱり残って仕事をするっていうのは多いんです。で、その時に、上司は帰っちゃうのに、部下が仕事をしてるっていうのは、これもうまあまああります。たくさんあるんですよ。で、まあ、それもね、まあ、仕方ないと思います。やっぱりその業界のカルチャーだと思うし、僕はね、どっちかといえば、まあ、若手の頃にね、辞めちゃいましたから、まあ、残ることしかしてこなかった人間だけど、やっぱりね、僕としては、まあ、上司が帰るのは全然いいんだけど、そのね、なんかこう、そこそこ偉い人が、なんかこう、先にさっと帰って、なんか知り合いと飲み会やってる写真とかを Facebook に上げたりするわけですよ。結構ね、そういうの見るのって結構辛くないですかね。なんていうのかな。別になんか飲み会すんなとも思わないし、やっぱこう偉い人は偉い人なりに、ね、そうやって会食をして仕事を取ったりとか、まあ、いろんなこう大事なことって僕はあると思うんだけど、やっぱりね、その SNS に上げて、こう周りに見せつけるっていうのは、まあ、結構そういうね、目立ちたがり屋のコンサル業界では結構ありがちなことなのかもしれないけど、まあ、仕事中の部下がいるんだったら、個人的には控えた方がいいんじゃないかなと個人的には思うわけですね。で、やっぱりその若手っていうのは遠慮してますよ。やっぱり自分が他の人を置いて、まあ、先に帰るってケースももちろんあるわけです。状況によってはね。で、その時に、じゃあ飲みに行って楽しいですみたいな写真をあげたら、そんなん見られたらね、まあ怒られるかどうかは別として、まあ普通にね、印象良くないぐらいのことは想像つくからね。で、若手の人はだからそういうの結構遠慮してる、やんなかったりしてるんですけど、結構ね、年齢層が上の方っていうのはね、あんまそれ気にしてないのか、まあそれがこう、ご自身の権利なのかわからないけど、結構ね、そういうこう、写真をあげたりね、なんだったら体調不良でこの方休んでるはずなのに、なんかこう、家で過ごしてる様子を SNS にあげたりしてて、何この人暇なのみたいな、なんかそういうね、状況とかがあって、たりしてですね、あ、結構これコンサルの闇かもなみたいな風にちょっと思いました。まあ、会社によってはやっぱりそもそも SNS でこうつながる文化がない会社っていうのも最近は多いと思うんですけど、どうでしょう、皆さんの周り、これぜひ聞いてみたいんですけど、結構僕の知ってる範囲だとコンサル業界って、結構社内でもこうつながりを作っていく、まあリレーションって呼んだりするんですけど、つながりを作っていくっていう文化があるので、まあ、Facebook なんかつながったりするんですけど、僕なんかはね、結構そういうのが見るのが嫌で、あんまりこう Facebook を見なくなっちゃったっていうのはありますね。まあ別にいいんですよ。みんなが楽しくね、やってる写真をこう上げてる分にはいいんだけど、やっぱ自分が働いてる時にね、俺なんかあの人なんで遊んでんだろうみたいな風にやっぱこう思っちゃうのは、やっぱりね、多分結構ね、コンサルの若手だとね、感じたことがある闇なんじゃないかなっていう風に個人的には思いますね。で、かつね、多分普通の会社だと、もう残業する時って、まあ、どうなんですかね、こうみんなで残業しているケースっていうのも結構あると思うし、自分の直属の上司が、まあ一人だけ帰って、一人だけ飲み会をやって、それで、SNS に上げてるってことはあんまりないんじゃないかな。少なくとも SNS に上がってるんだけども、その人と繋がってる、なかったりとかね。結構その予防措置というのがね、結構あると思うんだけど、コンサルの場合結構直に情報入ってくるなっていうのが個人的には思いました。まあわかんないです。これに関してはコンサル特有じゃないかもしれないんで、皆さんの意見もぜひ聞いてみたいというふうに思いますが、まあ少なくとも僕が働いていた時とか、まあ最近の若い方に聞いても、まあそういうのはありますよね、みたいなのは聞くので、今日お話をさせていただきました。
はい、というわけで、ね、今回はちょっとまたね、コンサルの闇的な部分、まあ笑って流せる程度なんですけど、闇の部分に関してお話をさせていただきました。またね、リクエストとか何か話してほしいテーマなどあれば、ぜひコメント欄にコメントください。はい、であとね、ツイッターでもね、ちょこちょこコンサル話とか僕発信しているので、よかったらツイッターのフォローもよろしくお願いします。概要欄にリンクございます。はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。